申し訳ございませんでした。食べ放題1週間生活やると言って結局6日目でギブアップ。いや、ギブアップ。昨日のガッツソウル食い放題でお腹を壊してしまいました。お腹痛いわ、前々から心臓も痛くなるのでドクターストップということで許してください。すいません。でも体重の方が5日間で変わったかもしれないので見てみましょう。前回がこちら、66キロ。そして今回がこちら、68キロ。というわけで5日でも太るぞ。あと 2日やってたら多分92キロまでいったと思います。そんなにはならないですね。ポッケとかに肉とか詰めると思うんで。ズルですよ、それ。92キロとかになると思います。ズルしてますか。お持ち帰りしたいんで。いや、まずそのルールもズルしてますから、食べ放題の。うん、でも、お金高いんだよ。もう生活が今厳しいんだよ。それが理由じゃないんですか、リタイアの理由は。違いますか。いや、違うよ。本当ですか。お腹痛いんだよ。お腹もじゃあ見せましょう。はい。前回はこちら。もう割と出てます。結構出てましたね、なんか。なんかおじさん体型ですね、すごい。あれ、もう食べ終わった後みたいなお腹してますけど。そうだよね、はい、これ面白くねえな。もう一個パターン取ろう、はい。そして今回はこちら、妊娠23ヶ月。生まれてるよ、もうこにゃーってやったらここから子供出てきそうです。気持ち悪い子供だな、それ。お腹が異常に出てますね。お腹異常に出てて、ずっと満腹感に襲われてるんです。はい、なので正直ね、食えてないんだよ、毎日毎日。2日目から食えてないんだよ。本当に体調をちょっと壊してるんですね。当たり前だよ。1日目のもうポテト食い放題でも油切ってて、俺はもうおかしくなってるんだよ。なので今回はギブアップです。もしお金に余裕があったらまたやりたいと思うので。お金じゃないんですか、本当に。大丈夫ですか。はい、お金がなくてこの人やめたんじゃないかみたいな雰囲気出てますよ。うるせえな、この野郎。お金もねえよ。全然誰も再生してねえしよ。しくしょ、こんなお金ねえよ、こんなんじゃよ。もっと見ろ、バカ野郎。視聴者に毒を吐かないでください。すいませんでした。いつも見ていただきありがとうございます。お金に余裕ができたらやりますんで、またぜひとも楽しみにしてください。さよなら。チャンネル登録よろしく。